自分の長所を教えてください。長所は、嫌なことがあっても寝たら忘れるところです。短所は？短所は飽き性なところです。最近ハマっていることは？最近は、YouTube でカップルチャンネルを見るのにハマってます。好きな男性のタイプは？優しい世界観があって一緒に喋ってて楽しい人です。得意料理は？グラタンです。告白されるならどんなシチュエーションがいいですか？お家とかで一緒にいるときにさらっと言ってほしいです。何事もなく。好きな人とどんなデートをしたいですか？お家で一緒に映画を見たいです。インドアですね。インドア派です。すごく。アウトドアでデートするなら？あ、ドライブに行きたいです。運転はできますか？あ、できます。でも運転はしてほしい？あ、交互で大丈夫です。学生時代はどんな学生さんでしたか？おとなしくてひっそりとしていました。あんまり人見知りなので、あんまりなんだ、手挙げたりとかできないタイプの学生でした。得意な科目は何でしたか？音楽です。音楽学校に通っていたので音楽の授業が毎日たくさんありました。苦手な科目は？苦手なのは地理とか科学とか苦手です。なんか英語とかもあんまり好きじゃなかったですけど。ピアノは何歳からやってますか？5歳の時から習っています。1日どれくらいピアノを弾いてるんですか？学生時代は本番前とかだったら 5,6 時間ぐらい練習していました。今は 1,2 時間ですね。減りました、卒業してからは。ピアノの先生になって楽しいですか？すごく楽しいです。自分で弾くのと教えるのとだと全然違って、違った楽しさがあるなって思います。将来はピアノを弾いてどうなりたいですか？自分ももちろん演奏活動というか人前で弾くことは続けたいですし、ピアノの先生もずっと続けたいなって思っています。 DVD を撮ってみてどうでしたか？写真と全然違って目線とかがちょっと難しかったです。また撮ってみたいですか？はい、撮りたいです。グラビア活動は楽しいですか？あ、すごく楽しいです。久しぶりだったんですけどやっぱり楽しいなって思いました。高校の制服はブレザーで、セーラー服をずっと着たことがなくて着るのが夢だったので今日かなって嬉しいです。学生時代は結構人見知りだったので、ひっそりと少人数で 2,3 人とかで一緒にお弁当食べたりとか一緒に帰ったりとかしてました。修学旅行は高校の時にハワイに行ったんですけど、なんか修学旅行っていうよりも研修旅行って感じで、毎日英語の授業とかピアノのレッスンとかがあって、お勉強をずっとしてる感じだったので、ちょっと プライベートで行きたいです。あと文化祭の時は高校生の時に3年間同じメンバーで4人でハッシュ、一大ハッシュをやって連弾をして、ピアノのギャロップマーチっていう曲でギャロちゃんズっていうグループを組んで毎日練習してたのが思い出です。はい、バレエは幼稚園の年長さんの時から習っていて、最初10年ぐらい続けてたんですけど、小さい頃はピアノよりもバレエの方が好きで、お友達と一緒にできるのが楽しくてコンクールとかよく出たりしてました。発表会も大好きで、なんか舞台裏の感じとかが大好きで楽しかった思い出があります。はい、2日間いろんな撮影をしてもらって、最初は照れがあったりしてセリフのシーンとかなかなかうまくできなくて難しかったんですけど、
本当にいろんなことができて、バレエの衣装を着たりとか、ピアノも弾けたり、テニスもしたり、いろんなことをできたので、いろんな私を撮れてるんじゃないかなって思います。最後にすごい水浸しにされていじめられたんですけど、でもそれも全部ひっくるめてすごい楽しい撮影でした。これからもいろんな活動を頑張っていくので応援してください。バイバイ。あ、でもこれはマシマシ。